はい、こんにちは。今日は勝手口の防犯対策についてお話をします。そもそも勝手口がどの位置にあるかということなんですよね。だいたい勝手口っていうのは人がよく歩いている道路とは反対側の方ですね。要するに家の真裏に当たるわけですよね。そこに設置されているわけなんですよね。で、何に使ってるかというとゴミ出しとかそういったものに使ってるっていうのが勝手口の役割なんです。ということはどういうことかというと、人目につかない位置につけられているということなんですよね。ということは非常に侵入されやすいということなんですね。じゃあどういうふうに対策すればいいのかということなんですね。でよく防犯ライトですね、これをつけられる方が見えます。これは別に悪いとは思いません。防犯ライトはですね、犯人を威嚇しますし、侵入等が嫌いな光、音のうちの光に入っていますので問題はないと思います。ただ取り付ける位置がですね、時々間違えてる方が見えるんですよね。これなぜかというと、防犯ライトっていうのは人感センサーなんです。すぐに温度に感知して光るわけなんですよね。でよくですね、勝手口ドアの近くにはですねボイラーがあるわけなんですよね。ですから夜間なんていうのはボイラー使ってる時にですね、本体が熱で暖かくなりますよね。ですから絶えずパカ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 こう防犯ライトがついているという状況になってしまいますので、これは取り付ける位置というか方向を間違えてはいけないというふうに思うわけなんですね。それともう一つ、人が見えないということはどういうことなのかと。もちろん威嚇も大事なんですけども、最終的に入られないような手段が必要だということなんですよね。ということはどういうことか。勝手口ドアというのはアタックされた場合でも入られないような対策をしておく必要があるということなんですね。具体的に言うとですね、3通りのやり方があると思うんですよね。一つはガラスを防犯ガラスに変えるということ、それから今のガラスに防犯フィルムを貼るということも一つですね。それから3つ目はガラスを割って中のサムターンを開けて侵入してくるわけですから、そのサムターンの部分に防犯サムターンと呼ばれる部分ですね、それを使用するということがいいと思います。防犯ガラスはこれは専門でないとダメですけども、防犯フィルムとかですね、この防犯サムターンに関しては DIY センターでも売っていますので、ご自身でできるというふうに思います。ガラスフィルムに対してはこれは一般的な飛散ではなくて、必ず防犯フィルムを使ってくださいということをお願いしておきたいなと思います。厚みが違うんですよね。ともう一点教えます。いわゆる下がですねパネルのドアがありますよね。このパネルはですね樹脂製なので簡単に切れてしまいます。ですからちょっと前にあったのは、よくこのアルミパネルの部分をカッターで切って、そこから錠前を開けてしまって入ってこられるというパターンが多かったわけなんですよね。ですから例えばこの部分に関してはガラスだと足で蹴って割っちゃう場合が多いもんですから、私はこういうところっていうのは例えばアルミの無垢材であるとかステンレスですね、そういったものをアルミパネルの代わりに使わせてもらっているというふうにしています。いずれにせよですね、勝手口ドアは最終防衛ラインだというふうに僕は思っています。ぜひですね、入ってこられないような対策ですね、これを取っていただくようにしていただけるといいんじゃないのかなというふうに思っています。